第七艦隊、第七艦隊、だ、イナナ艦隊、u s セ t h Fleet は、アメリカ海軍の艦隊の一つである。ハワイのホノルルに司令部を置く、太平洋艦隊の指揮下にあり、国際日付変更前遺跡の西太平洋、インド洋、中東地域を除くを、担当海域とする。機関、司令部は、揚陸指機関、ブルーリッジ。 第7艦隊は任務に応じて編成された複数の任務部隊、タスクフォースで構成される。統計160度線以東の東、太平洋、第4艦隊担当の南米西岸海域を除くを担当海域とする第3艦隊と共にアメリカ太平洋艦隊を構成する。機関、司令部は日本の神奈川県横須賀市にある横須賀海軍施設を母校とする揚陸式機関。 ブルーリッジ艦上にあり、海軍中将が座上する。神奈川県の横須賀海軍施設のほか、長崎県佐世保市、沖縄県、韓国の富山、歩行、賃海、シンガポールなどに基地を展開している。第七艦隊は、原子力空母、ロナルド・レーガンと、関西される第五空母航空団を、戦闘部隊の主力とし、戦時には50から60の艦船。 350機の航空機を要する規模となる。人的勢力も6万の水兵と海兵を動員する能力を持つ。平時の兵力は約2万。アメリカ本国の反対側にあたる地球の半分を活動範囲とし、アメリカ海軍の艦隊の中では最大の規模と戦力を誇る。また、同盟下にある日本の海上自衛隊、同盟下にある韓国の大韓民国海軍及び、 同盟下にあるフィリピンのフィリピン海軍と密接な関係持っている。現在の司令官は海軍中将第51代2017年8月22日。1943年3月、ダグラス・マッカーサー陸軍大将の指揮下にある南西太平洋海軍部隊が改編され第7艦隊となる。太平洋戦争中の第7艦隊は 太平洋艦隊司令長官チェスターに三つ大将、1944年12月に減衰昇進の式には属さなかった。トーマス C ケイの中将が率いた1944年10月の冷凍機会戦の際には、ウィリアム・ハルゼー大将が率いる第三艦隊との間で連絡の阻語があり、問題となった。1947年西太平洋海軍部隊に、 改変されたが、1949年第7、特派艦隊となり、1950年2月に第7、艦隊へと再編成された。朝鮮戦争後の1954年11月、極東海軍司令官の指揮下から、太平洋艦隊司令長官の帰下に移った。朝鮮戦争、1950年から1953年、ベトナム戦争、 1965年から1973年、1991年の湾岸戦争に参加している。ベトナム戦争時には非公式であるが、トンキン湾、ヨットクラブのニックネームがあった。中東を担当している第五艦隊は1995年の編成前、この地域の責任は第七艦隊となっていた。横須賀や佐世保、グアムを母校とする。 艦艇以外は東、太平洋を担当する第三艦隊から派遣を受けているが状況によっては第五艦隊へ艦艇を派遣している。歴史的に第五艦隊との関係が深いが最近は中国、北朝鮮の動向により第五艦隊へ派遣される空母打撃軍が途中第七艦隊の空母打撃軍との演習をして アメリカが衆国本土と行き来したりしている。2017年に所属艦船及び航空機に事故が相次ぎ、責任を負う形で、上級幹部、艦隊司令官、中将、第70任務部隊司令官、少将、第15区逐隊司令官、大佐及び複数の艦長が解任され、事故原因及び再発防止策の調査が行われている。ただし、 解任された後も事故は続いている。アンティタム、レイク・シャンプレーン、フィッツ・ジェラルド、ジョン・エス・マケイン、ベンフォールド、C-2 も参照。任務部隊は、単独もしくは、複数の、第7艦隊所属部隊やアメリカ太平洋、海兵隊所属部隊で編成する。また、コマンダーの C を冠して、コマンダータスクフォースと呼称す。第7艦隊のタスクフォースは、 70番台で表記され CT 界マイナス 7X となる。第7艦隊戦闘部隊は空母、ロナルド・レーガンを中心とした戦闘部隊。司令部は横須賀海軍施設を母校とするロナルド・レーガン艦内。作戦行動時には空母、ロナルド・レーガンを中心とした第5空母打撃軍を構成し任務に当たる。基本編成は空母、 ロナルド・レーガンと、関西される、第5空母航空団、ナオエのイージス巡洋艦1隻、アンティータム、チャンセラーズビル、シャイロー、第15駆逐隊所属のイージス駆逐艦2隻、攻撃型原子力潜水艦1から2隻、補給艦からなる。編成は、作戦地域の脅威度などにより、作戦ごとに変更される。バリー、カーティス・ウィルバー、ジョン・ S ・マケイン、 フィッツジェラルド、ステザム、ベンフォールド、ミリアスは、r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦の基本形、フライトアイである。マッキャンベル、マスティンは、フライト 2A で、ヘリコプター用格納庫を装備し SH-64 ホークを2機まで格納できる。2017年に、フィッツジェラルド、ジョン S ・マケインが、相次いで、民間輸送船と衝突損傷浸水し、 特に、フィッツジェラルドは、イージュスシステムも損傷し、米本国での利が必要となり、稼働艦が減少するため代替補充艦として、ミリアス、DDG-69 が配備されている。2018年1月に、サセボに配備されたワスプを中心に新たに形成される、強化型遠征打撃群に配備されるデューイ、DDG-104 と、スタレット、 DDG-105 が穴埋めを兼ねる可能性も知られているが、後者2隻は BMD 対応可能か不明。2018年5月22日、ミリアス、DDG-69 が横須賀へ入港した。第1海軍特殊戦部隊、ネビースペシャルウォーフェアユニット1、ムーマイナス1は、グアムに司令部を置く、海軍第1特殊戦軍に所属する部隊。 海軍第一特殊戦軍の司令部は、カリフォルニア州、コロナド。第七艦隊紹介部隊は、三沢飛行場に司令部を置く、対戦、紹介、偵察部隊。第一紹介偵察航空団から構成する。沖縄のカデナ飛行場、ディエゴ・ガルシア島に文献隊を配備する。西太平洋兵艦軍は、シンガポールに司令部を置く、西太平洋における。 兵隊支援部補補給艦艦等の補助艦艇から構成する第七艦隊潜水艦部隊は、横須賀海軍施設に司令部を置く。グアム海軍基地を母校として展開している、第15潜水隊と同基地を母校とする潜水艦母艦、フランク・ブルが所属する。第七艦隊揚陸部隊、第七遠征打撃軍は、佐世保基地を母校とする。 ワスプ艦内に司令部を置く第7艦隊の遠征打撃軍。作戦行動時には第5空母打撃軍の第15駆逐隊から数隻のミサイル駆逐艦が合流する。第7総会隊は平時には編成されておらず第76任務部隊の励下に置かれる。第7艦隊海軍遠征部隊太平洋コマンドは爆発物処理部隊、沿岸河川部隊、 建設部隊を集めた部隊。司令部はグアム。第7艦隊上陸部隊、ランディングフォース、セブンスフリートは、アメリカ海兵隊の部隊で構成される。平時において、第3海兵遠征旅団の司令部のみを、沖縄県うるま市のキャンプコートに置く。上記に記載されていない艦艇の一覧、第15潜水隊、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。